どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マイレージプラスセゾンクレジットカードがですねポイントサイトでポイントアップしておりますので、今回ね解説やっていきたいというふうに思います。私が知る限りですね、このクレジットカードのポイントサイトの案件としてはですね、過去最高額なのではないのかなというふうに思っております。セゾンマイレージプラスクレジットカードはですね、ユナイテッド航空のマイレージが貯まる、またですね年会費がお手頃ということもあってですね、人気のあるクレジットカードというふうになっております。でですね、今回の動画ではユナイテッド航空のマイレージプラスに関してですね、クレジットカードの基本スペック、またはポイントサイトのね案件解説させていただきますので、最後までねご覧いただければなというふうに思います。またこの動画にはですね、概要欄に目次機能を導入しておりますんで、見たい項目からですね時間クリックしていただけると見れるようにねしておりますので、そちらもですねぜひ活用していただければなというふうに思います。それではまずね、ユナイテッド航空のマイレージプラスに関してなんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスですね、 ANA のね特典航空券が発券できるマイレージサービスっていうふうになっておりまして、知ってる方もですね多いと思うんですけども、この点がですね人気の理由っていった感じになっております。また特典航空券はですね、誰でも発券可能ということで、友人の方などですね一緒に旅行に行くっていった感じで利用することもできます。 ANA とかね JAL マイルの場合だとですね、親族でないと利用することができないんですけども、この点はですねおすすめポイントっていう風になっております。またユナイテッド航空のマイレージプラスの有効期限っていうのは無期限ということで、一度ね貯めたマイレージはね失効することがないっていった感じになっております。次にですね、必要マイル数に関してなんですけども、ANA、JAL よりもですね、少ないマイルでね、利用することができまして、距離が800マイル区間の場合はですね、5500マイルでね、発券することができます。この800マイル区間っていうのはですね、羽田でいうと福岡であったり札幌とかはですね、5500マイルでね、発券することが可能です。また801マイル以上の区間はですね、9000マイルでね、発券することができます。こちらは羽田でいうと那覇路線という感じになります。またですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの一番のおすすめっていうのはですね、伊丹空港がメイン空港の方ですね。伊丹空港の場合だとですね、那覇だったり福岡札幌ね、すべてね5500マイルでね発券することが可能なんですよね。ですので伊丹空港がね拠点の方はかなりね使い勝手のいいマイレージサービスっていう風になっております。またですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスで特典航空券を発券するとですね、同マイルでですね軽油便っていうのもね利用することができるんですよね。こういうのは ANA とかね JAL にはないサービスなんですけども、羽田札幌とかの場合ですね、羽田大阪札幌みたいなね、こういう軽油便もですね同じマイル数で発券することができます。羽田から札幌の旅行の場合ですね、大阪でちょっと遊んでから札幌に行くみたいなね、こんな感じで利用することもできたりしてですね、またですね ANA のステータス保有されている方であれば経由地のねラウンジとかもね利用することができますんで、これもですねおすすめポイントっていう風になります。あとですね、なぜかこちらねわからないんですけども、ANA 側でですね発券できない半年以上先のね国内特典航空券がこのユナイテッド航空のマイレージプラスですね発券することが可能なんですよね。これはですね本当になんでできるのかはわからないんですけども、おそらくですね国際線扱いになっているのかなっていうふうに思うわけなんですけども、 ANA 側ではですね発券できない半年以上先のですね国内特典航空券もユナイテッド航空のねマイレージプラスだったら発券することができます。またですね、特典航空券発券の当日から20日以内の発券の場合、緊急発券手数料っていう感じでお金ではないんですけども、必要マイル数がねプラス500マイルねアップするっていった感じになっております。またですね、当日発券できるっていうのもですねユナイテッド航空マイレージプラスの強みなのかなっていうふうに思っております。次にですね、変更キャンセルについてなんですけども、搭乗の61日以上前なら75ドル、60日以内なら125ドルということで、キャンセル変更についてはですね結構お金が高いっていう点もですねちょっと覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。また発券後ね24時間以内の手数料ね無料っていうふうになっておりまして、また国際線利用時の
燃油サーチャージはねかからないっていうのもユナイテッド航空のね特徴っていった感じになっております。でですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスに関してはですね、国内特典航空券の必要マイル数がね少ないということで、すごいおすすめな点なんですけども、こちらですね、長距離路線になると一気にですね必要マイル数が上がるっていった感じになりますんで、基本的には国内のね特典航空券を発券するのはねおすすめな利用の仕方っていう感じになっております。東京ニューヨークとかですねビジネスクラスで行った場合は片道ね8万8000マイルっていう風になるわけなんですよね。これが ANA のね特典航空券で東京ニューヨークねビジネスクラスね発券しようと思った場合はですね、片道8万8000マイルがねかかるわけなんですよね。これがですね ANA のビジネスクラスで行く場合だと往復ね8万マイルから利用することができるっていった感じになりますので、まあ、基本的にはですねユナイテッド航空のマイレージプラスに関しては国内特典航空券のね利用がおすすめっていった感じになっております。それではですねマイレージプラスセゾンクレジットカードの基本スペックね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、年会費がですね1500円っていうふうになっておりまして、基本還元率は 0.5%、 貯まるポイントはユナイテッド航空のマイレージプラスっていった感じになっております。マイルアップメンバーっていうのがありまして、こちらちょっと後でね解説させていただきますけども、こちらは年間5000円ねかかるっていった感じになっております。国際ブランドはビザ、マスター、アメックスっていった感じになっておりまして、海外旅行保険が自動付帯のクレジットカードっていう風になっております。まずマイレージプラスねセゾンクレジットカードを発行する際はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスのね会員登録は必要っていう風になっておりますんで、もしね保有されてない方であればですね、まず会員登録ねしてからクレジットカードね発行するようにしてください。で基本還元率なんですけども、基本還元率は 0.5% っていう風になっているんですけども、マイルアップメンバーっていうね5000円の有料プログラムがありまして、こちらを加入した場合ですね還元率が 1.5% にね上がるっていった感じになるんですよね。 1.5% ということでかなりねすごいね還元率になるわけで、1000円決済でですね15ユナイテッド航空のマイレージがね貯まるっていった感じになっております。また1000円決済で15ユナイテッド航空のねマイルが貯まるわけなんですけども、こちらね年間3万マイルまでというふうになっておりますんで、対象支払い金額はですね約300万円っていう風になっております。まあ300万円っていうことですんで、まあなかなかですねハードル的にはね超える人はねそこまで多くないかなっていう風になっているわけなんですけども、一応ですね1000円につき15マイルがね貯まるっていうのは年間ね約300万円っていうのはですね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。ということですね、もしねこちらのクレジットカードをですねメインカードにしていく場合はですね、維持費として年会費の1500円、またマイルアップメンバーと合わせてですね6500円がかかるっていう風になりますんで、こちらの点はですね覚えておくようにしてください。年間ね300万円以上ね使った場合はですね、その後は1000円につき5マイルっていう風になってしまいますんで、この点もですね覚えておくようにしてください。次にですね国際ブランドに関してなんですけども、国際ブランドはですねビザ、マスター、アメックスっていう風にあるわけなんですけども、アメリカンエクスプレスに関してはですね選択するとサンクスマイルということで、2年目以降ですね年会費の更新時に500マイルがねもらえるっていう風になっておりますんで、もしねメインカードにする人でですね差し支えがなければですね、アメリカンエクスプレスのね国際ブランドがいいのかなっていう風に思います。またですねこちらはセゾンのクレジットカードということですんで、税金とかね公共料金の支払いの場合であってもですねポイントは満額付与されるっていう風になっておりますんで、こちらですねおすすめの点っていう風になっております。次にですねポイントサイトの案件ですね解説していきたいと思うんですけども、こちらねポイントサイト EC ナビで1万2000円分のねポイントで案件出ておりますので、もしねこちらのクレジットカードね発行する際はですねポイントサイト EC ナビね経由してね発行することをお勧めします。ポイントサイトのね獲得条件に関してはですね、クレジットカード発行後翌月末までに1万円の利用っていう風になっておりますんで、またですねこの1万円の利用に関してはですね特に利用先にね縛りはね記載されておりませんので、
各種ね電子マネーチャージであったり、最悪ですね Amazon ギフト券のね購入とかでも OK っていう風になっておりますんで、こちらね覚えておいてください。こちらね年会費が1500円ねかかるわけなんですけども、ポイントサイト EC ナビからですね1万2000円分のポイントねもらうことができますんで、年会費をですね差し引いてもですね1万500円分ね手元に残るっていった計算になりますんで、個人的にはですね完全に突撃案件かなっていうふうに思っております。私もですねこちらの動画ね撮影した後にですねこのクレジットカードで、ね、発行していきたいなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回はユナイテッド航空のねマイレージがたまるマイレージプラスセゾンクレジットカードのポイントサイトの案件ね解説させていただきましたけども、航空会社はね厳しい状況が続いておりますので、今後どうなるかっていうのはねちょっとわからない部分でもあるんですけども、前回ですねユナイテッド航空が倒産してしまった時にですねマイレージ自体はですね救済されたっていうこともありますんで、個人的にはですねマイレージに関してはですね大丈夫かなというふうに思っているんですけども、まあ、その点はですね個人で判断していただければなというふうに思います。いずれにしてもですね年会費が1500円っていうねクレジットカードでですね1万2000分のポイントがねもらえるっていうことですので、個人的にはですねかなりおすすめっていった感じになっております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。